はいどうもこんにちは、メイジです。よし、はい、今回はパワプロのガチャ。うちはなんかごっついあだ名取ったの、ゴリみたいなやつ。あー、あいつな、見ますか。なんなんあいつだ、今日俺見て、ごっついあの、とんがりコンボ。誰っすか、誰だっすよ、よくわからへん。ミミ選手やん、バッツ、バッツ、バッツミミ選手。バッツミミ選手やん、何やろ。バッツ、ただ何、こう置いとるだけ。完全勝負っすね、あれね。あの、左の後ろやん、こっしゃみたいなもんだよ。あー、おるな。左後ろ。まあまあガチャなんですけど、狙うはやっぱ強キャラ、ガイアのエースのキャラなんじゃない、やっぱ。あどう考えてもコラボ中だし、コラボ中だから。だって俺ライチ、これ全然出てへんけどな、ここに。そうなの、ライチなんで奇跡じゃない、どう考えたらこれ。やばいな。でも誰が強いか、今度はパッと見いいんや、もうこいつやんじゃない、このこいつか。これ誰ですか、やばいな。やべ、やべ2人おるよ、でもやべ、ほら。えやべが2人おるよ。お前これ髪の…流行ってないですか、なんか。こいつやべちゃうんだ。ちゃうやん、こいつ。やべこけ。やべこ、やべこ。軍神やろ、髪の毛流行ってない。でも俺、総力っていうのがあれやな、ちょっと残念やな。あようライチ当たったな、あれ、あそこで。そうやな、今日、あまあでもそういうキャラも悪くないんかもしれない、今回は。分からんけど、とりあえず誰がいいんか分からんもんな、正直。 SR ですか、うん、とりあえず最低 SR 欲しいな、2時間あったら勝ち。でも結局総力キャラも別に SR 当たってへんわ。グググググ来たら勝ちやな。あああれか、あれ来たらやばい。あとキラーやろ、あのカットイン、キラーみたいな。これカットインやったらやばい、出えへんかったらやばい、勝負さんやな、またやん。いやこれほんま出にくいらしいんだよ、3パーとからしいから。あ、マジかい。でプレミアムに関しては1パー来とらしいから。あーもうあれは武器ガチャの闇みたいな。そうそう、もう武器ガチャの闇に出るんですよ。あれぐらいだったら余裕ですね。でむしろ、はい、あれぐらいだったら余裕だと。ちょっと反応してくれないですね。10回 50% とかいたもんな。使わねえこれほんまに。これ全部使うもんな、30連で、うん、お願いします。うわエイス最高。うわエイスよ、キン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 、これ頼むわ。うわお来た、おい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 。えあれピンクじゃないの、ボールは。で、ウィンちゃんピンクの動画まで20番あったらいいんじゃないの、これで。キラーキラー、来た。うわ、あったやん、虹。早いな、これめっちゃ早くない、これ。もう出たやつばっかり。えでや誰これ、あ、こいつは。あ、いいよ井上。あ、いいよ、これバッサやん、井上ちゃん、これノースタイルボタン。違うやろ、絶対。誰これ、勝つ駅知らんこれ、知らんだ、これは。うん、知らない。バント、まあレアはまあ言うても知れとうから、まあもう SR もあったからな、さっき。えっ、あ、確かに確かに強みや。まあ、こいつは多分こいつ SR はめっちゃええはずやで、絶対 SR おったとしたら立川は。そうやな、重い球のあれやもん、金属やからな。立川広い、もうすぐ虹来るんじゃない。虹、あ、この次や。あ、まだか、この次や。おー誰や、あ、こいつも知っとるな。知らんもんね。すごいキャラ、ピッチャー名前なんだよ、こいつ。ちょっと忘れたけど、鋼か。こいつ鋼か、鋼といえば迷宮島やな。うん、ソミのすげえ伸び丸持ったやん、こいつ。まあ、こいつはだからアンドレメダ学園の前に出てくるとこだな、鋼は。懐かしい、鋼こんな可愛いだっけ、うん、もっとかっこよかったイメージあるけど、まあ、紫の、うん、紫じゃなかった、鋼。次、うわ、え、ちゃちゃちゃ、おー、まだかい。え、あれ来る、あ、これ最後だ。うわなるほど。あ、マネージャーや。あ、ジャーマネ初めてや。ジャーマネ。やったー。マネージャー欲しいよな、てか。全然ええやん。今度欲しいな、今度美咲。誰これ。明星。明星。まあまあまあ、レアはあんまり。レアあんまりいいと見てる。でも、SR、うわ、最後。はい。うわ、お、こいつだ。何や、こいつ。蛇神さん。めっちゃ目怖いんだけど。蛇神さん。すげえ。最後最後や。欲しい、4なの。え ?PR?PR や。えあ、これ、レアのプレミアム版やから、多分レアの1個上や。あおい、強い強いやん。こいつ手紙やん、最後。こいつもしかして天才出したっけ、 SR とかだってめっちゃ強いんじゃん、こいつもしかして最後。うん、これなんか若干そのあれじゃない、あの蛇島とかそっち系のタイプじゃない、まあ、そっち系の友沢とか天才型タイプっぽくない。そうやな、名前的にもなんかもうヤバそうやん、最後な。フィニッシュ、あ、そうやわ、こいつやっぱヤバいやつやだから。なんか若干名人っぽさあるもんな。名人PR もあるやな。次っすか、もう次やもん。いや、来るやろ、さすがに。あるんか、え、うわ、来た、え、これお、誰やねん、誰やねん、お前。通してるよ、これ。ヒゲ生えすぎる、通してる、明らかに。今みたいな顔してるの、誰男みたいな。誰やねん、誰やねん、これ。コントロール、わかんやろ、絶対、これ。え、何やねん、あかんやん。え、クソやんけ、これ、お前。やばすぎるやん、わかんやん、もう、これ。もう、浜崎でも、見ようしても誰やねんって話してるし。それはもう、弱すぎやろ、お前。形、ごっつわ、さすがにみたいな、これ、もさすがも出てたやんけ、お前。ヤシノールも弱いし、これ。これ一番多分、もしかしたら PR の赤かもしれないし、これ。グラのレベルなんちゃう、これも。まずもう、やばいわね、能力が。でも、見たことねえし。逆にこんなやつおってん。
ハマカーボンこいつなんかもう書いたこともゴジラヘボイやじゃコントロールで一番使えへんと思う多分確かになタグとしては急速か遠隔やんやっぱ一番いいのは誰やねんっていう話やんまだこいつ高かんなこいつはせっかく浜崎翔士せっかくねこいつ多分あれじゃんもうあのランク出たら4点とかじゃん4点とかもうそのぐらいこれ SR してんみたいなこんなやつ SR してんみたいな感じだもうこいつあかんわこいつも多分育てることないと思う一生こいつマジかよえまあまあまあ出ただけまあマシやけどなこいつなんか強いんじゃないですかまあダッシュやからこいつの方がええしかも PR やもん、ね、PR これ初級が高いなこいつだってさっき浜崎5やったね初級5やったねマジっすかあれ何歳やろえ、100人なんだなんなんこいつこんなやつ初めて見た、うん、これはここのキャラなのかなオリジナルの、うん、まだすごいけな全然やつやないか確かに名前がもうヒントがまず持ってへんもんこいつ、うん、持ってんなこっちなのも明らかに言ってたんだねライチ持ってたもんだからだから大西はだから今回微妙なんや多分ライチはじゃあ相当相当いいんやだってあいつコメントがめっちゃいいって話だからな一発目引くでやばいといやちょっともう次マイスターかけるしかないかいや、SR 出たことじゃあな、まあ、出たからとはすごいけどな、確かにすごいよな、出にくい中で出たわけやもんな、うん、まあやっぱこれぐらいはまあ余裕っていうことだよね、これあ、出るっていうことはい出さなかった話じゃないんで、まずもうそういうことやなまあでも SR の上あるわけやからな、まだプレミアムはそれは引いてないもん、誰もまあそこ狙いやな、次は もちろんやばいな、もうそこ引くけどなまあでもこれで結構まあボックス潤ったからまあ狙うやっぱりその、うん、コラボキャラいやだあダイヤのエースのキャラやな、ピッチャーの俺ピッチャーが好きやから打者はでも一応ピッチャー2人おるもんな、うん、ピッチャー今だから次ピッチャーだったらもうほんまピッチャーできてまうかもしれないでも多分めっちゃ雑魚にじゃないあいつらこいつ得意でしょ何なんちなみにミートやっぱ打撃やったよミートやだから打撃はやっぱミートか結構何も知るんだよねおまあまあ次俺がね、まあ、打撃やっぱええやつは打撃やないかなと思って最後締めたろうかなと思ってますはい、あ、まあ今回ね出たんですけどなんともなんか言えない、うんまあまあ、謎キャラやな、うん、はいちょっと前さんに最後、ね、ちゃんと尻拭いしてもらおうと思います、うん、というわけで今回これで終わりたいと思いますありがとうございました。